人の金で焼肉が食べたい、土パフォーマンスです。はい、で前回の動画見てくださった方だとご存知だと思うんですけど、営業者のトゥーランこんな感じになりました。はい、でエアロディスクちょっと最後の方早送りでお届けしたんですけど、エアロディスクこんな感じで、デザインしたものを取り付けました。でデザインそれぞれロディホームのホームページの方からダウンロードできるんで、まあ、ダウンロードしてプリントしたものを貼り付けてもいいですし、まあ、あとオリジナルで取り付けてもいいかなっていう感じです。でエアロディスク取り付ける場合の注意点なんですけれども、このセンターのこのキャップ、これがあのエアロディスク専用のものになりますんで、その点だけご注意ください。であと多いのはここプラスチックなんで、あのちゃんとこのネジ山が噛み合ってるのを確認してから締め付けないとこのネジ山がダメになっちゃいますんで、その点だけご注意ください。はい、エアロディスクはアイデア次第でもうデザイン何でもいいと思いますんで、もうこれいいんじゃねっていうのがあればぜひぜひコメント欄までコメントください。はい、いやーもうこのドーナツ柄にしたからめちゃもうモテる。はい、もう信号待ちで女の子に声かけられまくりです。はい、っていう妄想です。インスタ映え狙って、はい、まあ、ドーナツじゃなくてもタピオカでも、はい、お好み焼きでもラーメン二郎にするって言ってたロティフォーム担当もいましたけど、はい、まあ、そんなことは置いといてですね、はい、今日はちょっと、商品紹介したいと思います。ポッケから出てきます、こちらです。おなじみグリオズガレージのインテリアクリーナーっていう商品になります。皆さん車の内装ってどういう風に掃除されてますでしょうか。車の中ってどうやって掃除すればいいんや。実際水拭きだと油汚れだったりだとか皮脂汚れだったり、あとはタバコ吸われる方なんかだとヤニ汚れなんかは水拭きだと実際落ちません。でそこで使っていただきたいのがこのインテリアクリーナーです。こちらは、ファブリック布プラスチックなど素材に関係なくどこにでもご使用いただけます。それぞれの素材を傷めないような素材に優しい成分でできてますんで、車内装全体に使っていただくことができます。早速使ってみたいと思います。それでは早速使ってみたいと思います。で使い方非常に簡単で、まあ、直接吹きかけてもいいですし、マイクロファイバーなんかの柔らかい布に吹きかけてから、使っても大丈夫です。で今回ここちょっと結構汚れてるんで、まあ、スイッチ類があるんでちょっとマイクロファイバーに吹きかけてから、汚れているところをこんな感じで、で叩くようにするとこう汚れを浮き上がらせて、まあ、油汚れなんかもこれでしっかり落ちます。でこういった布地だったりだとか、あとはプラスチックレザー全部使えますんで非常に使いやすいですね。こんな感じです。で汚れがひどい場合はもう直接素材に吹きかけて、あとはグリオの商品でホースヘアブラシ、はい、ブラシがありますんで、まあ、濡らした上から、汚れをかき出して拭き上げるとより効果的です。それも動画のリンク欄に貼っておきますんでぜひチェックしてみてください。こんな感じです。でこちら、天然由来の成分でできてますんで、まあ、環境だったり人体にも影響がなくって、お子様、小さなお子様のいる家庭でも安心してご使用いただけます。でさらに裏技としては、家庭お家の中のクリーニングなんかにも使っていただけます。はい、というわけで今回はグリオズガレージのインテリアクリーナー、こちらをご紹介させていただきました。ご紹介させていただいた気軽に使える8オンスの他に、たっぷり使える22オンスも設定がございます。こちらの商品はボンドオンラインショッピングからお買い求めいただけます。ぜひお問い合わせください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。